キュンキュンさせてフィッシュ。じゃあね、ちょっと説明させてもらいます。ぜひ聞いてくださいね。よろしいでしょうか。おはようございます。ちょっと儲かったんでこれ買いました。皆さん音声聞こえますか。今日ありがとうございます。聞こえますか。よろしくお願いします。聞こえますか。はい、じゃあね、説明させてもらいますからね。はい、じゃあまずね、今日やや混み合ってますけども、いいですか。今日の立ち位置です。パイプ見てください。このネズミのパイプね、いっぱい数字が書いております。9って数字が正面になるよう座ってください。9ね。で、9に一番近いところの穴ぼこ、いいですか。セットが入っております。こんな感じ、リングね、リング、この9に一番近いところに刺してください。で、これが自分の立ち位置です。立ち位置ね、これ覚えてください。これ真正面ね。このバケツね、魚を入れたい。手を洗うバケツ、いいですか。これね、真正面、これ釣りにくいです。いいですか。うん、あと取り込みの時とかね、これがね、引っかかっていくんですね。魚のバレにつながってきます。いいですか。立ち位置に対したら横に置いてください。横ね。バケツクーラーは脇に置いてください。はい、じゃあ釣っていきますよ。仕掛け作りからいきますね。でね、釣りね、うまい人、下手な人、うまい人って自分の仕掛けがぐちゃぐちゃになったり、お酒に絡みすぎたり、そういうね、ロスタイムが少ないんですね。いいですか。うん、ならない簡単なね、コツがあります。いいですか。立ち位置に対してね、基本ね、前から風が来ます。前から風が来ます。いいですか。この釣り竿なんですけど、いい、立てるのは移動のみね。他すべて仕掛け作り、取り込み、立ち位置の風上側、つまり左側の方は右手側に釣り竿を寝かしておいてください。いいですか。立てると、立てながら作業すると絶対こう絡みついたり、めんどくさいことがたくさん発生します。立ち位置、風上側、こっち側の方は右手側ね、そっち側の方は左手側に置くことをおすすめします。いいですか。いいですか。うん、立て、寝かして作業してください。いきますよ、いきますよ。はい、じゃあ仕掛け作りいきます。はい、まずこれをビシと申しますね。天秤コマセガゴ、名前でついております。これをビシと申します。名前を覚えてください。いいですか。はい、竿から来てるスナップスイベル、これ接続金具です。これ短い方が開閉できますのでね、いいですか。こんな感じ、短い方で、天秤の短い方ね、あ、こちら短い方に接続です。よし、こんな感じですね。はい、こんな感じで、いい、これ順番覚えてね。風上側に竿1ね、1、2がバケツ、ビシバケツ、そして最後に仕掛けになります。よろしいでしょうか。はい、こんな感じ、天秤の長い方に接続ね。これ同じくスナップするよ、短い方が開閉できますからね。はい、こんな感じで接続してください。で、こんな感じで、基本形はハリスが 2m の2本針、これが基本ですね。よけて3本針なんかも用意しておりますけどね、まあ今日ぐらいこんな2本針の方が扱いやすいかなと思います。こんな感じで準備できたんですね。あ、仕掛けになっております。2本、2m の2本針、こんな感じになります。はい、じゃあここでね、餌をつけますね。付け餌をつけます。はい、今日の餌なんですけども、まずメインはこの赤タンです。この赤タンね、イカを赤く染めた赤タンと申します。よろしいですか。で、これ細かく切れてるんですけども、どうしても、ね、形の悪いのがあるんですよ。形が悪いっていうのはね、こう大きすぎちゃったり、こうとんがりとかあるのはね、こうカットしてね、大きさ的にはあれ、ね、米粒ですね。米粒よりちょっと大きいぐらいの大きさ、あんまり大きすぎると餌の回転につながります。こんな感じでハサミで調整してください。ハサミなかったらそこレンタルありますからね。大きさだけこのぐらいです。いいですか。あんまり大きすぎたり形の悪いのはハサミで整えてください。いいですか。はい、この付け方いきますよ。こんな感じ、はい、餌の中心よりね、気持ち上目につけた方が安定感が出ます。よろしいですか。よいしょ、はい、こんな感じでね、一番針の懐まで差し込んでください。一番懐ね、こんな感じです。もちろんね、これが形が大きすぎたり形が悪いと水中で回転しちゃう、回転しちゃうとハリスによれが入るね、魚も食いが悪いに下がってきますからね、丁寧に作ります。はい、そしてもう一個の餌がですね、青い染めです。じゃじゃじゃーん、はいはいはい、食べる
で、こんなウニウニしてね、非常につけにくい餌なんですね。というわけで、いいですか、現地に着いたらね、つけにくい餌の頭をちょん切って捨てますよ。はいはいはい、こんな感じね。そして長さ、ここにゲージがあります。大体ね、3センチから4センチぐらいがちょうどいいので、いい、現地に着いたらその長さにね、こうやって切っちゃってください。切っちゃってください。このその長さ3センチから4センチぐらいにね、だい、こうやってもう切っちゃってください。そうするとある程度弱まってつけやすくなります。その都度元気やったらウニ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 してつけにくくなっちゃいますので、大体まあ4、5匹ね、あんまり切りすぎるとこの細くなっちゃっていちゃいますので、はい、つけ方同じく、餌はねとにかくまっすぐなりをつけます。餌が曲がっちゃうと同じくさっきと一緒、水中で回転しちゃう、回転すると鮭がぐちゃぐちゃになる、食いも割りに下がってきますからね。とにかく餌がまっすぐなるよう、はい、切った切り口入れていきます。針の軸分入れたら針先抜きます。よいしょ、はい、こんな感じで、ね、針の軸分約1センチ入れたら抜く、垂れた部分がこのぐらい、大体全長でまあ3センチか4センチ、これ餌がまっすぐなるようつけてくださいね。これが餌がね、いい、こうやって曲がっちゃったり、あと適当にこの脇から入れちゃったりするとね、適当にこうやってすると脇からするとこれね、ダメな方ね、くるくる回っちゃいますのでね、これ餌がまっすぐなるようつけてください。はい、じゃあ餌の使い分け、赤タンと青い染め、どっちにするかね、いいですか。赤タンの方が気持ち悪くなくてね、餌持ちも良くてなわけで、もうすげえ釣れてる時、バリバリ釣れた時は赤タンで大丈夫。よかったねよかったねちょっと栗が渋い時はこっちの方がいいのかな、うん、こんな感じでね、こっち使わなくて大丈夫ですよ、ね、OK ですか。はい、うん、そんなわけでね、本当に釣れた時は赤タンで十分です。うん、あとね、すげえ釣ってる人は周り見ながらね、その人がどう、何の餌使ってるのかね、そうやってチョイスするのも楽しいのかなと思いますからね、そんな感じでチョイスして、基本的にはまあ赤タンで大丈夫です。ほっとしましたねじゃあ行きますよ、釣りから行きます。いいですか、アジ釣り。すげえ食いのいい時、多少ずれても釣れちゃいますね。そこはやっぱり潮止まりだったり、ちょっと魚もね、やっぱり機嫌があるんですよ。すげえね、あんまり食欲のない時もあるようなんで、やっぱそういうね、食いの渋い時はね、ちょっとしたことで差が出てきますからね。いいですか、こんな釣り方になります。いいですか、ここ回転だとします。まずここマセを攻めます。これ一回そこにつけますね。ここは大事、ちょうどビシね、ビシがそこにトンとつく着点、ここをゼロとしてください。で、下からそこからね、1メーター上げたとこ、1メーター上げたとこでコマスを巻く。そしてもう1メーター上げてます。つまり下から2メータービシがね当たります。これだけです。これ大体15秒から20秒当たれば、またそこ相手がデコボコしておりますのでね、またゼロの時点着点を引いて繰り返し、1個上げてコマスを巻いてもう1メーター、一応その2メーターが基準で、プラスマイナス50センチ、棚の低めの時は 1.5、 高めの時は 2.5 って感じで、だいたい2メーターの前後50センチにね、いい棚がありますので、そんなの、それが基本形です。ところがよっぽどね、すげえ食いが良くなってくるとね、下から3メーター、4メーター、5メーターって上がる時も時折ありますので、もし上で釣れた時にはご回答ください。また魚団の方でも反応出てきますので、その時には上だよってね、指示をしますのでね、まあ基本は2メーターと思ってください。じゃあちょっと実際やってみますからね。じゃあどうやって1メーター上げて2メーターね、取るのか、その辺やってみます。よろしいですか。じゃあまずね、もうちょっと釣り竿、もうちょっとなぜね、こう風かま際に置くか、いいですか。向こうから風が来ますね。そうするとね、このたるんでいてもこっちになびいてくれるね。そうするとこっちもこうなびいてくれるんですね。これが、ここ竿がこの風下側にしちゃうと、いい、この糸がね、ここにまとわりつくんです。でこうやって仕掛けをこう上げた時に前から風が来る、この仕掛けがまたこっちに絡みつく、というわけで、そういう意味で風上側に置いた方が結構取れるんですよ。ただね、俺は何十年もやってんだよ、こっち側だよって糸張れはできないことはないので、これ強制ではないんですけどね、何かとこうごちゃごちゃ多い方はね、ちょっと一回試しにやってみてください。風上側から1、2で最後の仕掛けね。はい、じゃあいきますよ、実際やります。はい、風上側に釣り竿を置きます。はい、これ2箱あります。よろしいですね。はい、そうしましたら、はい、しゃもじが入ってますのでコマセを詰めます。はい、こんな感じでいっぱいいっぱいとりあえず入れちゃってください。いっぱいいっぱい入れちゃいます。いっぱいいっぱいね。で、出が悪いようでしたら8分目に落としてください。とりあえずいっぱいいっぱい入れます。
入れますね。こんな感じですね。はい、そしてコマセオサウルスを見てください。手が汚れます。いいですか。そうしましたらここでね、手をジャッと洗ってくださいね。これを洗わないとですね、いいですか、こっちの方がベッドベタにできますのでね。コマセオサウルスは手を洗う。竿の持ち方があります。いいですか。竿を持つときいい、こう持たないでください。こういうふうにピストル握りしないでください。いい、竿を取りこう持ちます。こうね。そしてここは感じ、竿尻を左の腕ね、こんな風、もしくは左の脇の下でも結構です。こうやってね、竿尻を決めることによってこうテコの原理で安定するんですね。元が安定すると竿先も安定しますからね。これが最初言った、こう持っちゃうとここが浮いちゃうんです、どうしても、ね、そうすると元が落ち着かない、竿先も落ち着かないになっちゃいますからね。こう持ったらここ竿ね、もしくは脇の下でもこの竿尻をね決めるのがコツです、ね、安定します。はい、じゃあいきますよ。糸出すときこんな感じです。スプールを押さえます、ね、でクラッチを切ります。でこの親指を離すと落っこっていくんですけど、ここでねちょっとね仕掛けね、真上にドボンと落とすと天秤絡みやすいんです。ですからこれちょっとスッと伸ばしてください。スッと伸ばして落とすだけで絡まりほとんどしなくなる。軽く触れておいてください。軽く触れておいてください。着底すると糸が止まりますね。はい、そうしましたらですね、でね基本ねこれクラッチ離してハンドル巻くとクラッチが入るんですけども、ちょっと調子の悪いの親指で押し上げてください。普通に入りますからね。そうすると糸が出なくなりますね。はい、そうしましたらこっから先常に視線はここに出てください。全てのデータはここに出てきます。いいですか。まず微子の重さでちょっと竿先曲がるの分かりますか。重さでね、このかかってない時のこの曲がり方、これが自分の調子です。これをよく覚えておいてくださいね。いいですか。これに対して魚が来るとピク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 したりしますので、魚がかかってないこのね曲がり方、これを覚えておいて、これが自分の竿の調子ですからね。いいですか。はい、微子がトンとつく着底、これもそこに出てきます。ちょっと着底皆さん目で確認できますでしょうか。いいですか。ゆっくり下げていきます。トンと竿先が戻るとこ、そこが着底です。いいですか。いきますよ。ゆっくり下げます。お、分かった。もう一度いくぞ。もう一度いきますよ。ゆっくり下げますよ。ここ分かります。もう一度ここ。兄ちゃん分かった。ピッと戻るところ、なんとなく分かった。 OK。ここね、ここ。これね、竿を持つと手応えでも出てきます。うん。ここは着底になります。何度か分かりました。ちょっとハテナマークですか。後で、ね、もう直接お教えしますからね。もう一度ね、ここ妥協しないでください。ここ、ちょっとお金がね。ここ、ほら、竿先がクッと戻る。これが着底です。ね、これがちょうどビシがトンとついた。ここから1メーター上げます。どうやって1メーター上げるのかね。いろんなのあるんです。メーターがついたり、なんじゃかんのあるんだけど、いい？もう一番単純明確簡単。ちょっとね曇ってて見にくいでしょうか。これ白いマークありますよね。でマーカー糸にねこう1メーターごとにねこの白いマーカー、こんな感じで1メーターごと印がついてるんですね。うん、これを見るの一番単純正確簡単です。いいですか。トンとゼロを確認したら水面からマーカー、ちょっと色がたまたま見にくいです。白いマーカー見えます。下から50センチぐらい上でしょうか。見えますか。でこれ見にくかったらね、僕ら声かけてください。分かりやすい色つけます。うん、ちょっと色糸によってね見にくい色があるんですね。うん、現地で分かんなかったら声かけてトントンで、あそこね白いマーカー見えますか。はい、これが着底ね。いくよ。はい、リール巻きます。次のマーカーをあの位置に持ってくれば分かります。今1個分上がりましたよね。これで 1m 上がったことになりますからね。はい、これコマセ巻きますよ。いいですか。はい、コマセ巻くときこの辺持ちます、片手ね。そしてい, い、この位置から巻くよりも竿先で水面に寄せます。水面からしゃくったところ、しゃくり幅が出てくるんですね。しゃくったらビシの重さを感じたからまたしゃくる。こんな感じで2回から3回振ってくださいね。これで今 1m 上でコマセを振る。はい、そしてもう 1m 上げてますね。さっきのマーカー探してもう1個上げてます。これで 2m 上げます。はい、はい、注意点。そしたらこの 2m ね、こう15秒から20秒キープしてください。結構手持ちにしてるとこれね、竿が下がっちゃう方多いんです。そうすると狂いますよね。この時期もしくはね置き竿 OK ですね。これで15秒から20秒待ってください。姿勢を止めてね。ね、はい、15秒から20秒あたりなければまたそこを大きくね。回転でこぼこしてますので、またゼロを引いて繰り返しね、1個上げて竿を下から大きく、はい、こんな感じで2回から3回振ったら、はい、じゃあ、さっき言いました棚が低めの時は 1.5m、 つまり50センチ上げて待ちます、ね、
50センチ半分上げてます。こんな感じですね。でこの工程を3回繰り返したらコマスの入れ替えになります。もしくは魚が来ます。見てくれて魚が来ます。いいですか。あとで、ね、一番安全面で一番大事なところです。安全面ね。巻いていきます、巻いていきます、巻いていきます、巻いていきます。いいですか。はい、ビシがですね、竿の分のところでハンドルを止めてください。そして左側の方、ここでね、竿を右手に持ち替えます。これによって風上が上げますから。で、いい立てて、ほら、ここに来ますよね。この位置を覚えてください。言いたいのは、竿先まで巻かないで、竿先は危ない。これほら、お隣さんぶつけたら危ないですからね。うん、巻かないでください。でも最初巻いちゃうもんなんですね。巻いちゃったら糸出せばいいだけ。魚の方が安全なら糸を押さえてずるずるずる、もしも巻いちゃったら糸出せばいいだけですね。この位置ですね。立ててちょうどここに来る位置を覚えてくださいね。これがまた、この長すぎても下に行っちゃいます。下に行っちゃいますね。ちょうどこう1手目でビシズカムね。ビシズカム、はい、釣り竿いきますよ。風上側に1、そして2、そして魚かかってる時ね、いい左手、この魚ね、口が弱いんですよ。小べりに当てちゃうとバレちゃうんで、いい、なるべく魚に近いとこのハリスを掴んで小べりに当てないようにね。3、1、2、3ね、この順番を守るとね、非常にスムーズに釣りできるかなと思います。これが一応基本的な流れになっておりますからね。また途中分かんなかったらね、上に乗ってます、どんどん聞いてみてくださいね。こんなところです、ありがとうございます。ああ、なんか振動してる、大丈夫じゃあ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。あとごめんなさい、ゴミ箱ね、ゴミ箱こちらにあります。ね、皆さん分別になっております缶、ペットはこちらに入れてください。でさ、ここ燃えるゴミになってますからね。最後ビニール袋いつも結構なんですけど、最後分別の方をお願いいたします。あと、包丁ナイフ使う方います？必ずまな板使ってほしいんです。持ってる方、包丁だ、持ってる方使って、いらない、大丈夫、財布は持ってない、どっちよ挟むんじゃない、 OK。 カタバー持ってる人ね、直接ね、ここ船に当てられるとね、俺の心がね、あ、刺されて刺されるって気になっちゃうの。持ってて大丈夫大丈夫、 OK OK。 はい、はい、あと挟めたかない方こうありますからね。あと、ナイフ持ってたら持っててください。はい、あ、他大丈夫でしょうか。あと、竿掛けね、よかったらありますからね。これ風上側にね、置いとくといいですよ、こんな感じで。こんな感じで、その時は、こんな感じで。